キューだ。キューが、はい、この後に及んでイロハスちゃんと潰すやつ唇逆にカサカサ大和この音です。今日に今日は相談相談、まあなんか相談っぽいもんね、画角ザ相談画角で今ね撮らさせていただいてるんですけど、本日ですね、ある方のバーに来ております。はい、どんな方でしょう。いやもう分かる人は分かるんだよ、色とか色合いで伝えてみる。色合いで言うとどんな、え、色合いで言うとだから黒紫黒入ってるか暗紫とかだったら分かる黒紫ではないけど別に。いやなんか紫だとさ、ありのままや、出ていただく、出ていただくか、うん、ということで早速登場していただきましょう。カリスマギャル鎌田さんです。ギャルなんですよ。ギャルです。よろしくお願いします。うわっギャルジンダーさん。これだって本当に男性のこと好きな人がいるから。はい、はい、YouTube ガチ触られてきたガチでね、触ってるよ。思い出作ろうとしてたお気に入りで俺が。ということで改めて本日鎌田さんとコラボ動画撮らさせていただきます。どうですか、いつもやっぱ紹介されるときにギャルって紹介されたことありますか。ギャルはないかも。初めてだ。でもギャルにすごい好かれる。生き方ギャルって言われる。ああ、ちょっと間違えてるけど何ホルモンバランス間違えちゃった。ロックがちょっと違うんですけど、堂々のゲイという堂々コソコソゲイとかあるアルバルゲイ。せっかくなんでやっぱそのタイプの人というか世の中で、いやもうダントツ。うわーい、え、なんかモテ要素あるんですか。あ、全然ある。全然ある。やっぱ色黒ひげ。あー、だって一緒だもんね。いい感じ。どこ見てる。すごいとこ見てた。ヒルが見てるね。俺とかじゃないですか。綺麗すぎるのはちょっと、あー、なんだろうね、汚い方が。なんか隅っこの方になんか落ちてたみたいな。野良犬みたいじゃない。ゲイの方からすると好かれやすい。あ、そうだね。一番嬉しいな。これはあの風俗の方で売れる、あのゲイの風俗。あ、これ使えない。使えない。僕たち別に大丈夫な風俗で売れるタイプ。ここら辺は売り線。あ、なるほどね。こっちもこっちでゲイに使われる。一緒だ。次行きましょう。ということで鎌田さんなんですけれども、ギャルアドバイザーとして活躍されていると。初耳初耳。そう、いろんな方面で活躍されてる中、一つそういう方面が、まあ、ギャルアドバイザーとして何が有名かっていうと、人の相談に乗るのがお嬢。相談してくださいって言ったことないんだけど。結構なんかそのやっぱツイッターとかを見ても、なんか人の悩みに対して、まあ、鎌田さんの目線からなんかこうズバズバ言うみたいな、うん、そういう動画がバズってて、で僕たちが100万人達成した時もなんかお祝いメッセージみたいなのをいただいて。素晴らしい。若いみんな頑張ってます。みんな頑張ってんです。急なおばさん降臨してきた。そんな鎌田さんにちょ今日相談したいなと思いまして。おお。コムドットって相談したいことがないんですよね。なんで逆に僕たち今日は違う人になりきりたいと思います。早速企画から発表したいと思います。ということで本日の企画、第1回鎌田のお悩み相談部屋ということでですね、僕たち今からある女性になりきります。でその女性が抱えていることを鎌田さんにぶつけて、それで相談して、まあ、素晴らしい回答をもらって帰ろうじゃないかという。キャラクター設定があるみたいな。ありますあります。明確なキャラクター設定があるんで、今から僕たちは女性になります。はい。けど女装は、あ、そう、女装ができない。似合わないですね、多分ヒゲ的にも。でヒゲめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。メイクだったもんね、これ。ええー、うん、全部メイク。こうやってたら消えるんすか。あ、消える。やってみる。いや、え、できるじゃん。消えるけど。みんなの視界から消える。一発だもん。ということで、そんな感じで僕たち今日ちょっと助走して相談させていただきたいと思います。それでは、やっていきましょう。こんばんは。まあ、すごい、やばいんだけど。すごい、すごい、これ初めて来たわね。初めて来ちゃった、高校生なのに。入っちゃおう。いただきます。間違えた、お邪魔します。むずい。むずい、世界観むずい。ちょっと座りましょう。失礼します。失礼します。一回座ってみて。冷た。冷たいわね。冷たいね。初めまして。初めまして。
して高校2年生17歳の愛理です。高校1年生15歳のリサです。仕上がりすごくない？仕上がり方すごいな。ちょっと今日悩みがあって、実は彼氏に浮気されちゃって、まあ付き合って半年だったんですけど、何が悪かったのかなと思って。浮気はバレるのが悪いのよあれ。浮気はバレるのが悪いのよあれ。じゃあ男が悪い。浮気はバレなければ浮気じゃないでしょ。けどでもバレた時点であいつが悪いよね。バレなくても悪いし、なんだし。いや、わかんないけどダメじゃない？ダメよ、私たちまだ高校生だからダメだと思っちゃう派なんです。いや、本当になんで男ってすぐさ。でも大体そうよ。でもけど付き合ったてはあいり可愛いねとか一番好きだよとか言ってくれてたし。仕上がりよ。結構難しいぞこれ。浮気はでもバレなかったら私は全然、浮気で終われるならけどされてみたらどう。だからバレなければ分からないから。弾んでない。大丈夫なんか。そのなんて言うんだろう、だからバレなくても浮気は浮気でしょ。だから私に非があるのかなとも思った。私に魅力がなくなったとか。浮気する人はねそういう問題じゃないの。え、じゃあ何を。楽しんじゃってる、もう楽しんじゃってる、もう楽しんじゃってる、もうだからもうバレた時点で終わらすかどうかは自分次第じゃない。ええけどめっちゃ好きなの。でも一生治んないからね。え、治す方法とかはない。例えばそのないのよ。その浮気した理由が性欲とかだったら、まあ私がもっとこう勉強して、肉体関係パパパ、肉体関係パパパ勉強したりすればいいのかなと思った。そういうことじゃないってこと。そういうことじゃない。もう諦めなさいよ。あんたうっさいわね。この面って言われたくない。これ使えない。今ゼンリーっていうアプリが、位置情報を共有できるアプリがある。でどこに行ってもその位置情報を把握できるみたいな。あいつ高校生のくせにホテル行きやがって。私誘われたことないの。いつもやってんのはご自宅ってこと。家はうちんちの実家のうちの部屋。なのにホテル、その浮気女とは。自宅じゃないだけよかったなと思う。カレンチ全然ダメ。行ったことないの。あ、行ったことあるんだけど床抜けてるから。体勢も整わないし。何もできないと思うんだけど。浮気相手の家に行ってたらちょっともっと嫌だな。え、ホテルなだけセーフってこと。うん。次がありそうですね。すごい、すごいカットインしてすごい面でカットインしてだけど許しちゃいそうなの。だからそれはもうね自分次第なのよ、浮気を許せるかどうかって。いやけど悲しいの。まあやめてくれないかったら別れるって言われてどう出てくるかじゃない。それかもう自分が耐えられないだったら別れるか。でもまあ時にはね好きでも切らなきゃいけない時は来るので、人間関係って。好きでも切らなきゃいけない時は来るので、人間関係って。好きでも切らなきゃいけない時は来るので、早くない？高2だよ私。早いとか遅いとかじゃないから、なんなら早い方がいいわよ。それもできる方が。人間スパン切るっていうその覚悟の決め方とかは若い時に学んだ方がいいわよ。じゃあいい経験なのかな。そうよ、成長のビッグウェーブよ。やだ。私もやだ。波来ちゃってるのね私。捨てちゃえばいいんだ。ざまみろって思わせるぐらいになればいいんだよ。それこそ利用してやんなさい。それこそ利用してやんなさい。それこそ利用してやんなさい。ああ、あんたキープだったからって捨ててやんなさい。やった。喜びの沸点どっか分かんない。次の男とホテル行っちゃおう。あんたも結構やってる。あんたも結構こなれてない。じゃあゴミ箱捨ててくるわ。そう、捨ててみて。ありがとうございました。うん、大丈夫、続けて。キープで思い当たる節があるのよ。あれ何、聞いたことないわ私。なんか私タク君と最近よく遊ぶじゃない。うん、なかなか付き合えないのよ。え、タク先輩。タク先輩。そうだったの。17回ぐらい遊んでるんですけど。すごい数えるな、なんか豆だもん。そういうとこじゃんの。それだ。17回って数えてる女ちょっと気持ち悪くない。今日は17回目のデートだね、手繋ごうって言っても断られるの。私も繋がないと思う。あんた体の関係は2回だけあるんです。
いや、ミサさ、そういうとこよ。そうしないと付き合えないと思ったんだもん。何かをプレゼントしないと付き合わさせていただけないのではないかと不安に陥ってしまいました。それ見て不安になるから尽くしてあげたらね。そうそう。え、何の先輩なの？先輩は塾の先輩。塾の先輩よ。その人この塾歴長いとかそういうこと。それ浪人じゃない？浪人やから学年が上なんだよ。そうそう。どのぐらいの期間で17回かに2週間に1回ぐらい毎回いいペースで。2週間に1回ってすごい絶妙。1年半ぐらい一緒にいるけどなんでそんな長い期間を一緒にいるのにもかかわらず付き合えないのかっていう不安。キープ男の心理みたいな。そうそうそう。キープは気に入り程度なんじゃない。私キープって別に悪いことじゃないと思ってるから。いやけど一人の人にさ絞るのが男じゃない。俺は自分の価値観じゃない。そんな人がいたらいいなでいいの。なるほど。そう、本当に選ばれるまでもう待ち続けて根負けするぐらい待つしかないじゃん。分かったわ。私分からないわ。失いそう。私決断します。距離を取ります。来なかったらもう諦めます。だからあなたも振ってみなさい。一応先輩なんよね。わざわざ周りを静かにさせてこんなんやって。助走したのに飛び箱飛べないみたいなことすげえ助走した。活路が見えた気がするわ。見えたね。言葉のチョイスが女子高生ではない。私もなんとなく分かった気がするわ。そうよ、自分本位でいければいいんだよ。誰に気使ってんのだって。誰に気使ってんのだって。やりたいようにやりましょう。なるようになるさ。私ちょっとカナタに連絡してくる。私もタク君に連絡してくる。え、行こう行こう行こう。カナタ。あ、つけてつけてお願いします。学校に連絡します。カナタ、タク。めっちゃ地獄だから。やばい、地獄だけど。やばいよ、相当面白いよ。生活でいっぱいいっぱい、取れるよ、させないわ。早く会いでよ。早く会いなさいよ。かまちゃんだ。あ、危ない。大丈夫そう。かまちゃん、早く会いなさいよ。ボリアボーなんだ。明日は何もしないんだから。お疲れ様。ありがとう。強いわね、今日も。今日も頑張っちゃって。頑張っちゃったの？何人のおじいちゃんのチンポ見たことか。そんなこと言わない、下品な。尿取るときあるでしょ。尿取り。尿できないって。あ、絞り取ってやんなさいよ、そんなの。いや、そんな下世話な。吸ってみればいいんじゃない、タピオカのストローみたいに。あ、それも やってみようと思ったんだけど。名前は優香です。35歳、限界ナースです。ギリギリだ。はい、限界です。めぐみです。31歳、気持ちはまだ27ぐらいなんだけどね。絶妙じゃないそれ。ギリアラさん行ってないかな。まあまあ飲んできた。まあまあ。今日は夜勤明けで夜勤飲み。おじいちゃんとテキーラ。結構いたね。結構いたね。あのマサのバカ、マサヒっていうおじいちゃん。90らしいわよ。90。今日で行っちゃって。楽しい思い出作ったのね、最後に。思い残すことないって私が言いました。あんたが言ったのね。私が言いました。相手じゃなかったのね。マサヒはもう、あんた電話来てる。電話。あ、本当だ、またカズだ。ごめんね。もしもし、5万円じゃ足りないの。いくらあればいいの。5万1000円。やめなさい。何ができるの、その1000円で。かまちゃんいるから。コンビニ行きたいだけでしょ。コンビニ行くにしては1000円は多いわ。500円でなんとかしなさい。お母さんみたいだから。かまちゃん困るから、やめなさい。また次の夜勤の時に帰り際ポストに入れとくから。もう切ろや。大好き。ごめん。人生煮詰まってるわけだよ。大変なんですよ。煮物4日目ぐらいだったよ今。もう限界来ちゃってて。大根形ないねぐらい。じゃがいも溶けきってるわあんた。液状化だよ。え、カレヒ。え、友達友達。え、カレヒ。私は好きなんだけど友達って言ってって。そうなんだ。肉棒の関係あんの。なんならもうほぼ肉棒。会える肉棒って感じ。肉棒に会いに行ってんのか。今会える肉棒。なんで付き合わないの。なんで付き合わないって言われたら私には分からないわ。付き合いたい。もちろん。
何年ね、それもうかれこれ18年。あなた都合のいい女なんじゃない。25万ぐらい手取りでもういただいてて、まあけどそのうち使えるお金って言ったら1万2万。基本的に行ってるスーパーはビッグ A。 だって25稼いで1、2万ってことは他に何に使ってんの。まあ数に、数と自分の家賃と相手の家賃貢いじゃってんだって。いや、貢いでるなんて思ってないからね。貢ぎよ、そんなのやめなさい。いや、奉仕、奉仕。時代大丈夫そう。奉仕やめなさい。何が得られたの、それで。幸せ。よりどころ、カズがいなかったら私壊れちゃう。壊れてるわね。もう壊れるとこないわよ。電話来てるわ。いいすいません。またカズでしょ、どうせ。もしもし、カズ。カズエだ。なんでちっちゃい唯一いたのか。別の男です。カズエ、何今日。今日は3時とかなら。都合いいこと。タクシー代を渡せない。都合にステータス全振りよ。今回だけタクシー代渡し出すから。次からは払ってよね。それ何回目かしら。3時から 4時まで。1時間それ多分60分コースかなんかとかあったら。分かったわ。40分ぐらいで帰れるようにすれば。また連絡する、行くとき。今のは弟みたいな。弟みたいなもん。カズエ何歳だ。カズエはまだ高校生。最近会ったんだ。すごい犯罪の匂いするけど大丈夫。まあ40分で行けたらカズエ呼んでくれるかなって。40分でいいんじゃない。カズエも明日早いから。それ多分速速コースとかだよね。前なんかカズエが携帯ないって言うから、カズエじゃあ携帯鳴らしてあげるよって言って、やめてやめてって言われてもうかけちゃってて、そしたらなんかもう穴って出てきて、携帯画面に漢字で穴。なんかいつもより文字大きく出てたわ。なんかまあいいんじゃない、穴1とか穴2とかじゃなくて。確かに穴で、マックスの穴。あんたしかいないじゃん、穴。すごいんじゃない。私結構ガチだけど、アプリ3っていうので登録されてる時あったけど。うわすごいよね。アプリ3、あと県、県埼玉県、アプリ3みたいな。え、私はまだ幸せな方あるわよ。認識は穴で合ってるし。でも明るめの穴よね。ハッピー穴ってこと。ハッピーホールみたいな。ハッピーライン、ハッピーホーム、アナホール。やめましょう。やめましょう。これ全ピーで、全ピー、全ピーです。全使いできる世の中になれ。あなた良さそうね、最近都合が。でも嫌じゃないの。まあ楽しいかな。なら何も言うことはないわね、私は。まあ寝る前にストロング10本飲めば寝れるけど。それ人材の方がまだマシよ。バカ強くて酒。ストロング10本はそれなりよね。私みたいに彼氏作ればいいのに。あんた彼氏ないだろ。彼氏いるわ。5年付き合ってる彼氏がいる。え、長めじゃない。結婚は。結婚がわからない。したいね。したわからない。別れるタイミング失ったタイプでしょ。死ぬまで愛しなさいよ。わからない。誰もわかんないわよ。でも相談したら。好きかどうかわかる方法が知りたいわ。逆に好かれてはいるの。愛されてる。どうしてそんな。毎日一緒にお風呂入ってくれる。それは仲いいよね。で、病院にもついてきてくれる。送ってくれるってこと。いや、いる。一緒に働いてるとかでもない。ない。あれよ、あの508号室のあの人。いや、あの人彼氏さんなの。あの人彼氏さん。どう見てもクズじゃない。クズじゃない。いや、毒ズよ。毒ズじゃないよ。彼が病気した時に私と付き合って治ったんですけど、まだ病院にいてくれてて。逆にお金あるわ。あ、私がタダで。あんたが出してるの。そんなに権力あったの。いや、院長と寝た。院長とバカ寝てる。え、院長と毎日寝てるのね。この間ポリチを開発しちゃったわ、院長。院長もすごいじゃない。院長来るとこまで来たわ。だって使えんの。すごい、大丈夫する。試したい、彼を。試すのは良くないよね。試してもいいことはないわ。何も見えないわよ、試しても。何も見えないわよ、試しても。何も見えないわよ、試しても。でも女の影もないけど、結婚するほどでもないかなみたいな。子供は欲しい。ハッチ欲しい。ハッチ。でも私お世話上手だから、お世話しちゃうからクズ男が寄ってくる。どこまでのお世話なのかにもよるけど、全部しちゃう。そうだろうな。見とっちゃう。見とるまで。わかる。見とっちゃう。見とるし舐めとるしみたいなところで。だから私どうすればいいのかなと思って。まずそこを改めようか。え生活環境を改めなさい。あ、私生徒系ビッチやってるから。どこがよ。クソババじゃない。さ、一人の男に絞るのはちょっと怖くて。クズだね。彼氏がいないけど彼氏もピンとこない。ズルズルいっちゃってる私に何かください。そうね、どっちを諦めるかじゃない。
何かを諦めないと何も手に入らないわよ。何かを諦めないと何も手に入らないわよ。確かに。どれを諦めたくない？子供を諦めたくないか、結婚を諦めたくないか、彼氏を諦めたくないか、自分の人生を諦めたくないか。とりあえずプロ野球選手になるのは諦めるわ。目指してたんだよ。いろんな壁があるよ。それも諦めるし、子供は産みたいけど好きかわからない。必ずしもずっと好きな人と一緒にいることにはならないと思うわよ。恋愛としてね、必ずしもずっと好きな人と一緒にいることにはならないと思うわよ。もうあなた、さっきから横で聞いたわがまま。何がよ。あなたって自分のこと大好きなクソババじゃない。自分のこと好きじゃないの。今の自分は好きになれてないのかもしれない。そうよ、あんた夜勤48連勤して体ぶっ壊れるわよ。また電話来てるわよ。すごい来るじゃない。もう本当にこの人の iPhone 鳴りっぱなし。ナースコールかっつって。もしもし、誰なんだ。海王が。海王が。何。あれポケモンだよね。どうした。酔いつぶれちゃった。潰れてたら電話してないと思う。え、何言ってんの。ちゃんと伝えて。場所は。バー来てるよ。位置情報送りなさい。今日一声出てるじゃない。位置情報送ってくれたらそこにゴータクシーで私タクシー呼んどくから。めぐみで、めぐみって言えば乗せてくれる。クレジットで落としとくから勝手に乗りなさい。で、家着いたら家の位置情報送って。安全確認。時間5時には行く。4時までだったよね、それ。4時から。じゃあ切るよ。人気やな、はい、今のは。今のは1週間前ぐらいかな。路上で声かけてきた男。なんか LINE 交換したらずっと海洋画のとこだと海洋画って名前で、本名わからないの。海洋画のとこが今年も知らないけど、イケメンではあるわ。イケメンやら気にならない。年齢とか気にならないぐらいイケメンで。俳優さんで言うと誰。俳優さんで言うと阿部寛。あんたの相談事って何なわけ。私の相談事はたくさんの男の子にキープっていうか離れられない。私が好きなの。あなたみたいに彼氏が欲しい。彼氏が欲しいっていう人はあんまりできないのよ。この人が欲しいじゃないと。彼氏が欲しいっていう人はあんまりできないのよ。この人が欲しいじゃないと。彼氏が欲しいっていう人はあんまりできないのよ。この人が欲しいじゃないと。確かに。あっちもあっちで、あ、そういう人くくりで見られてるんだなって思うから。求められてるっていうことを糧に生きてる。求めたい私も。そうね。そうね。じゃあ逆に求めてみて来てくれる男にすれば。ああ、なるほど。そっから選びなさい。誰も残らなかったらそれはそれでまたまた新しい人間関係頑張ります。まあでもあんた一皮むけたんじゃない。完全にむけました。私も彼氏と真剣に向き合ってみるわ。全部は無理よ。多分全部求めてたから多分35なのよ。分かったか、欲張りブス。すごい、悪口の詰め合わせパックみたいな渡したもんね。どうぞ、欲張りです。聖母よ、ブスの塊。あんた、お中元で返しなさい。黙れ、アナゴリラ。アナゴリラはタイプ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ためになりました。ためになりました。私、やっていけそうだわ。私もやっていけるわ。全然大丈夫そう。うまいことやんのよ。ありがとうございます、今日は本当に。何に使ってんの。もしもし、もしもし、タクヤ。タクヤ、私なのよ。あ、カンマン。今日もやってんわね、あんた。久しぶり。お知らせてるわね、あんた。疲れたの。疲れてんの、あんた。いつも疲れてんじゃんな。いや、あの、聞いて。聞くわよ。3人でいたの。3人でいたの。2人帰っちゃったと。帰っちゃったの。友達。あと友達いたの。いたよ。いるの。いるよ。初めて聞いたわよ。あんま言わないけど。言わないで、あんまり。やった、お酒が友達。今日は何かあったの。裏切られた。二次会の予定があったの、うち的に。うち的にでしょ。うち的に言ったの。言わなかった。じゃあそれ裏切りじゃないじゃん。恥ずかしくて。見てる子に恥ずかしい。すごいじゃん、自分から言うじゃんね。改めて言ってみて。あ、そうだ。あ、こないだ言ってなかったね、名前。あんまり興味ないからあんまり覚えないけど。ごめんね、一応さらって言ってくれ。新井佳代子。あんたいつだっけ。45よ。もうすぐ46か。四捨五入したらもうあんた。四捨五入したらアラフィフ。アラフィフ。てかフィフよ、もう。フィ
ひふねか。ひふねこもらってたからあんまいじんない。もうストレス溜まってさ。何が溜まってるの？ストレスよ。あんた今後どうすんの？人生。カラオケ行きすぎててさ。カラオケ行きすぎてて。3日に1回行かないとストレスは解放できないの。ああそういうことね。酒飲んででしょ？そう最近。人からでしょ？あんたどうせ。まああんた長いもんね飲んだらね。だいぶ長いしよ。そうよ。あんた何時間飲んでんのよ。さ基本。さ何？基本さよ。3時間よ。あ、3時間3本なわけないやん。 3時間でこの仕上がりなの。まあね、まあまあだよそれ。はあ。最近恋愛は全然してないわ。ダメしてないわ。どういうこと？男って男好きじゃないの？男は興味あるんだけど、その男の内容が全くわからない。知りたくはない。知っては見たいけど知れない。何あの何領域正規入れない。自分がどう興味を持ってくれるかっていうところをまず考えた方がいいかもね。私の魅力って何かな。まあ割とない。メンタルブレイク。でもそれを見つけてくれる男を見つけるしかない。それを見つけてもう45年。探せよ。何をこだわってるの。結婚したいの？したくないの？どっち？結婚もしたい。子供はちょっと難しいじゃない。やっぱり人生のパートナーとして探すしかないよね。急に泣くじゃん。どうしたの？ストッキング履いてるよあんた今。すごい可愛かった。いや悔しい。何がよ。男知らなくて一物見たことない。嘘でしょ。ほら女性用風俗とか行ってみたらいいんじゃない。いやそれはだ、課金したくない。その年齢でどのこだわりやん。でも実力でいきたい。実力あないから45年生。あんた認めなさい自分の立場を。現実鏡見た方がいい。私夢しか見てないの。どうしよう。夢しか見てないの。だからそうなっちゃったんだよ。あららら。学んだでしょ45年で。じゃあどうすればいい。だから一回女性風俗行ってみよう。一回男性っていうものを経験してみよう。ある程度ね。でもそれ体だけ知れるじゃん。体だけじゃないわよ。デートもしてくれるわよ。そうなの。デートだけコースもあるよ。あんたデートしたことあるんだって。2回。いつ？中2と高1。まあまあそれデートかな。うん、わかんないけど。くら寿司、はま寿司。あんたそうなめよ。どうしましょうか。結局あんたがどうしたいかで決まるんだから。いやまあとりあえず結婚の前にやっぱパートナー欲しい。彼氏。でも彼氏できないでしょ。彼氏ができない。私からガツガツ言った方がいいのかな。ガツガツ行かなきゃ来てくれないわよ。ガツガツ行かなきゃ来てくれないわよ。待っていいのは生き物みたいに可愛い若い時だけ。ああもう私は賞味期限切れ。消費期限かな。消費の方。やっぱ女は忘れちゃいけないのよ。一回風呂入ろうか。入ってるけどな。手入れがダメなのかな。あんた仕事何してんだっけ。仕事やおや。すごいじゃない。だから出会いがないの。どういう女性が惹かれるの。いい意味で都合のいい人じゃない。いい意味で都合のいい人じゃない。都合はあ。いい意味だよ。どこまで譲れるかじゃない。まあお互いにだけど。どこまで譲れるかじゃない。まあお互いにだけど。まああんたはまあ大体年下だろうから。そうですね。大体年下だろうから。大人の余裕がないと。やっぱ余裕がある人って惹かれるのよ。はい。まあある程度生活するお金は自分で稼いで。すごいまた開くわね。そういうとこあんた。そうよ。そういうところや。パーなったよ今。輪ゴムみたいな。いやでもこういうのに男惹かれるから。見せちゃダメなんだ。そうこういうハプニングか。そうハプニング。ハプニングっていうかもうハプニングだけど。そうだから余裕っていうのは別にお金だけじゃないから。お金持っててもメンタルに余裕がない人もいるわよ。しんどい時はしんどい。でもそれがあんたにとって無理なんだったらやっぱ違うかなってなるかもしれないし、カチッとハマるかもしれないし、ハマったらもうガンといくしかないわよ。もうあとないわ。時間がないわよ。時間は有限よあんた。時間は有限よあんた。時間は有限よあんた。いくぞ46へ。夢は見るものだって思うものだからね。夢は見るものだって思うものだからね。思い描くものだから。はにゃ。そういうとこじゃない。そういうとこじゃない。45のハニャーはなかなか痛い通り越しで陣痛だよ。体験してないだろうけど。やばいやばい。本当に。お母さん。お母さん。お母さん帰ろ。帰ろ、こんなとこにいないで。あと子供いたの？違うの、これは。どれよ。これは。あ、すみません、デイサービスのもので。
ということで本日鎌田さんに相談乗っていただきました。ありがとうございました。誰が一番結構問題児かなって感じでした。まさかの、ね、急に名前振ってないのに名前言い出す。一番自己主張激しい。たまにいんのよそういう女。ユーマがやばい。絵面的にはやっぱりインパクトが、そうね、そうやばい、自覚がないところがやばい。やばい。そうなのよ。実家に帰ろうか。このピンクのまま。この仕上がりのまま、このまま職質だらけ、歌舞伎町間違い。もしねこの動画いいなと思ったらぜひ高評価をしていただいて、もしよろしければ第2弾とかやらせていただければ。いや全然私はチンコが触れればもう報酬手数料。ああ、なるほど、なるほど。ということでありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまた次の動画でバイビー。